35歳からのビミシム、ビミシムレッスン TV オンライン特別企画番外編実践編1オートキャドマスターへの道。ビミシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでオートディスク社製品のオートキャドとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などを動画でお届けしています。たくさんの方にチャンネル登録いただいております。ありがとうございます。ビミシムを使いこなすことに的を絞ると称して11月12月はオートキャドマスターへの道ということでオートキャドを中心にお話をしています。ここまでの復習となりますが、オートキャドには前回もそうですがバージョンが存在しています。オートキャドの2013バージョンまではですね、3年おきに形式が変わっていました。またバージョンが新しい形式でデータの受け渡しを行うと同じソフトを所有してでも閲覧編集できないという場合があるので円滑なデータ管理を行う上でただの DWG、DXF だけではなくて AutoCAD を使っているのであれば AutoCAD のどのバージョンのどの製品ですね、どの製品を使われているのかというのを確認をした上でデータのやり取りをする必要がございます。またここ VimSim という観点からいきますと Vim360ドックス、Vim360デザインというものがございます。そちらの場合にはデータというところの中に閲覧とかですね、書き込み等をですね、することができますが、その際のバージョンは確認をその、Vim360 上で確認は可能なんですが、そうではなくここの場合ではデータとあくまでもデータとしてやり取りをする場合、納品する場合ということでお話をしています。今までたくさんのオートキャドレビットのご質問に答えてきました。今後はこのたくさんの中からですねよくあるものを中心に一問一答形式で動画をお届けしたいと思っています。またこのような時にですね特にご質問が多いような気がいたします。無料のオープンチャットを始めました。よろしければご参加いただければと思います。ビミシムレッスン TV オンラインの問い合わせは LINE でお受けしています。いかがでしたでしょうか。本日のビミシムレッスン TV オンラインはここまでとさせていただきます。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。